未来は変える。俺が変えてみせる。2029年からやってまいりました T805 とレオン SKND でございます。さあやっていきましょうということでね、骨が頑張るよっていうところをね、応援いただける方はぜひチャンネル登録ボタン、そしてグッドボタンを押していただけると幸いです。今見たらこれあれだ、死刑台だったんだね。気づかなかったやということで、こんなものに乗るか。ぼやくな、急ぐで話変わるが、大好きでございます。ハリウッドザドリーム、ハリウッドドリームザライドかな、乗りまくっております。嫁さんが好きだから、付き合っているというところ、僕はどっちかというとフライングダイナソー派でございますね。脱離するカズキベル、助けて、ヒュー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 チャキバルケイド、そろそろスパッシン、もう一丁テイキン、オッケー。さあ今のところはカクカクしないから大丈夫だな。問題はね、これね、カクつくんすよ。ついた瞬間にね、敵を全く撃つことができなくなるというね、もう大惨事が起こることがあるから。あ、どこ行った、やべ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 、よし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 、もう全敵がこのくらいさ、一発でやられるようなさ感じでなってくれたらすげえ助かるのにね。ならないよね。あれ、やべ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 、痛い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 、ダメです。まだ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 。いや、単純に今のあの、カクつくうんぬんじゃなくて、俺が単純に下手くそだったっていうだけの話だからね。うん。問題ないです、問題ないです。ということで、飛びます。ヒューマン、はぁ、いてててててて。こんにちは、カクついてる、いてててててて。急にカクつき始めやがった。くそ、誰、ほら、右側から出てくるんだろ。一発、二発、やばいな、これあと一発食らったらおしまいか。こっちはもう来ない、ね、左側からだ。よし、オッケー。もう一体来るんじゃなかったっけ。もう一体、もう一発、もう一発でもお見舞、お前かい。オッケー、爆発、テント盛り、テント盛り、テンコ盛り。ああ、よかったよかった。よし、これでおしまいだね。よし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 、なんとか、なんとか一発目は、いまだにあの、ノーダメージでクリアするっていうトロフィーをクリアすることができていないという、私、弱者でございますからね。ヒューマン、なんかあれだよね、あの、難易度によってその敵のさ、当たるその確率とかっていうのもさ、いろいろ変わってきてるからね。はい。これ怖くないのかなぁ。よいしょっと、ぴょいっと、オッケー。じゃあ、こっち行きましょうか。ダラッタッタッタラララララ、もうすでに酔っ払いたちがうげえ、二日酔いできついでやんすっていっぱい来てるね。さあ、おいで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 、パンダ。あー、ちょ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 、もう照準が照準が照準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 、壊れたラジオ、なんかいるよね。オッケー、あ、ちょ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 、お邪魔しました。てか、思った、え、ちょちょちょ、え、どうしたどうした、今なんで急にふいってなった。あれ、ここなんか刺さってなかった、今気のせいか。ほい、あれ、ここにアイテムは特にないのかな、ないね。よし、撃ちすぎ撃ちすぎ、あ、ちょ待って、今気づいた、壊れてんじゃん。あー、まあそっか、しかも回復薬がほぼ枯渇してんだよな。やべえな。これ大丈夫か、ムシムシパニックのところ。ねえ、なんかすげえ不安に思ってきたぞ。まあ、そんなことも気にしながらこっちへ行きましょう。キック！エイダみたいにさ、遠くからさ、フックショットかけてやったりとか、あるいは、あの、フックショットで遠いアイテムとか取れたらすげえ楽なのにね。じゃあ、出発進行！キュウリのぬか漬け、ナスのお進行、こういうアトラクションがあってもいいかもしれないよね。どっかでグイーンってなってる。そうです。今まさに、お料理中でございます。あー、やばい、カクついてる。あの遠くにいるやつとかもしばけねえのかな。なんかめっちゃ。タイプっぽく振ってたけど、オッケー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 オッ
で正面から出てくるから、あれ出てくるっけ、あいたね、さよならさん、あーちゃ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 、ダサい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 、でこれおう足が連動の連動で、うん、もうなんか俺酔っ払いみたいになってる、ギリギリ酔っ払ってないんだけどさ、ギリギリね、うん、ノンアルコールで酔っ払わないっていうね、すごいあの特殊な体を持ってるんですよ、普通だ。で登っていって、あそこでダメージを与えたい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 、よっしゃ来たー、これで砕け散れーと思ったけど全然砕け散ってないね。次破片が落ちてると、上から炎が、こうなった時に倒せないと意味がないんだよな。そしたらすげえ楽ができるんだけど、ちょ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 、は？もう発射すらできなかった。ちょ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 っと待ってね、ちょっと待ってね。あのね、銃を発射することすらもできない状態になってるよ。なんでこうクソ感じの時にそうなっちゃうのかな。いってえなバカ野郎。よし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 。やばいやばいやばい。当たんない、これ嫌な予感がする。よし、ちょどこ撃ってんの、ハゲなの、死ぬの、はあ、これダメかもしかして、あじゃあ終わりか、あーもうなん、あなんとかなった、なんとかなったね、よし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 、一撃必殺で、もうさ、あの普通じゃありえないような角度のところさ、バコ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 打ってたじゃないですか、もうああいう状態になっちゃうんですよ。誰かノート PC を買って、なんかマイターン言ってるけどね。まあマイターン言ってるけど、まあそれでもね、やっぱり買ってほしいんですよ僕は。さっきブロックソだけどな。Are you kidding me? ヒュー、かけ方ね。まあ、大体坂道だしさ、ね、さ、終わり。あ、飛びます。これすごいよな、こう、まあ、お互いに多分ジャンプするっていう呼吸を合わせたのかもしれないけど、あの、飛ぶぞ、準備はいいかとかっていうのもなく、もういきなり飛ぶぞって言ってるもんな。あれが山頂。俺は美味しい焼肉のお供や。山頂や。で、こうちらっと覗いてたときに、大丈夫？やっぱすごい熱を感じるぞ。うん、ここら辺まだいないのかな？あ、なんかいるぞ。あ、いるね。違うわ、あれ。なんだよ。武器商人かよ。あれ？いないっけ？まだ。判定が出てないだけなのかな。よし、じゃあ、よし、あれ、よし、あれ、よし、あれを撃ったことによって何かが出てこない、出てこないですね。よし、じゃあしっかりと撃って、あれ、いるはずだよ。あ、てびっくりした。この音によって現れて、こう、あ、本当にいないの？じゃ、これやっぱ降りることによって、出てくるのかな？出てきた？こいつら擬態するぜって、いやもうそんなのはとっくの塔に存じ上げてるんですが、ほい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 、おー、ペン、あ、ちょっと、本当にこれもう、なんかむちゃくちゃなとこ行った。OK。じゃあもう、さすがにもういるよね。もうね、大嫌いだから戦いたくないんだけど、いなくね？擬態してるから分かりませんみたいな、降りたら出てくるとかそういうオチ？オチ、ちょっと待って、なんかなかったっけ、何にもない、何にもない、全く何にもない、あ、やっぱ降りたら出てくるんだな、なるほどな、よし、オッケー、あー、いるいる、来た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 、あ、ちょっと
ケー。よいしょよいしょ。あ、いてて、嘘。いやいや、お前、どっから血出してきてんのよ。てか、早攻撃。しまったーん。普通に死んだわ。空飛ぶ敵。狭い場所で戦っても不利だと思うけどね。まあ、どちらにせよ、こいつは嫌い。とか、このさ、真ん中のさ、これ何なんだろうね。鼻？それと、お目目が6つありますみたいな、そういうあれなのかな。おいや、おいやびっくりした。あれ？あ、なるほど、その手前からだったんですね。あ、失礼しました。冗談じゃなくて本当だよ。迂回すれば急げそうだ、急げ。あ、ちょちょ、あれ、なんで降りてくるんだろう。あ、降りた瞬間に急に生えてきたな。ほら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 。オッケー。で、いるね。落ちて、で、あっちの方に行くのか。上、あ、壊してないことやってる。全然、あ、上から、ちょ、親方、上から虫が、虫パニック。ちょ。なんかこれで作れない。Stay sharp! 油断するな、こいつら擬態するぞ、今更。まだいる？おい、あ、いる。よいしょ。あっちから来てる、ルイスが39度の熱を出しているところ申し訳ないんですけど。オッケー。ちょっと待って、こっち壁とかいなかったっけ？いなせだね。ああ、いる。どっかいる。どっかから来てる。あ、倒してきた。弾幕。攻撃は最強の防御なり。オッケー。大丈夫？これ助けられるのかな？おー、なんか来てる。ちょ、もう早く構えろよ。何してんの本当に。タコ？いや、イカです。それはスプトゥーン。オッケー。いや、根強い人気を誇ってますよね、スプラトゥーンね。うん。イカとタコの戦争。え？また出てきた新しいの。よし。どういうつもりだって。だから、あのね、そういうつもりです。まあ、ね、誰かにやられるくらいだったら、俺の手でってさ、よくほら、バイオハザードであるじゃないですか。俺に万が一のことがあった時に、お前の手でやってくれみたいな。進捗率4分の1？ あれ？死んだことによってリセットされた？もしかして。ほい、オッケー。受信。あれ？あ、あ、あれか。あれ、リセットされてたな。他は、ないかな。じゃあこっちか。はい、ついてきてください。で、ここら辺も確か、いたはずだから、ちら、いない。ちら、いるー。こっちもちら。ちら。I hate insects! Take care of them for me, would ya? おー、ちょー、やめてー、パッキン。オッケー。虫嫌いなんすよ、もうさ、なんか、ちょっと前とか、だいぶ、あ、この裏側にも、いるよね！よし、痛い。だいぶ前なんすけどね、チャリに乗って、病院行こうと思って、あれ？はい、あれ？いたっけ？いたらなんか動いてたはずなんだけどね、そう。でね、踏切に引っかかっちゃって、そう、待ってたんすよ。そしたらね、なんかね、スマホ見てたら、やったらなんか右手が痛えなって思って、振ってみたら、カゴの付け根のところに、カマキリがいて、そのカマキリがね、俺の右手ずっと攻撃してきてて、もう俺それ見た瞬、気づいた瞬間にもうゾッとして、うわーって叫んじゃって、うん。で、その、ちょっと気持ち離れたところに小学生の女の子二人がいてさ、ものすごいびっくりした顔でこっちを見たわけよ。
あでも、もう大声出して、ほんとごめんねって言ったら、めっちゃもうなんか、もう気色の悪いおっさんがなんか叫んでたみたいな感じで、こっちを、見ないで、すごい恐る恐る、大丈夫でーす、みたいな感じで言われちゃって、もうなんかもうそれをやった瞬間に俺ほんともう恥ずかしかったし、なんか、ダッセーなって思ったよ。で、ふって、帰れないー言うんだね、ほんとほんとよそ見すんなって、ほんとその通りですよ。よそ見してる間にやられちまって。ほら、来い。てか、てめえ戦うよ、バロ痛いバロあっちいいのかよ。ほらほら、弾幕の数だって負けねえぞ。あとさ、今年の夏さ、今年じゃねえです。去年の夏か。去年の夏さ。いるね。ほら、カメムシが大量発生したじゃないですか。もう家の玄関出たところすぐとかさ、もう最寄りの駅とかにさ、もうカメムシが大量発生しすぎて、マジでほんともう勘弁してよって思ったもんね。で、カメムシ面白いのがさ、面白いって言ったらあれなんだけどさ、なんか高濃度、自分の匂いが高濃度のところに閉じ込められたら、なんかその匂い自分で、なんか耐えきれないで死んじゃうらしいっすね。じゃあもうそんな匂い初めから発すんなよ、みたいなね。うん。って思った。そんなことはどうでもよくって、バーイで、はい、はい。欲しかったなぁ。救急スプレー。どうしよう、これマジで回復薬はないよなぁ。あれ？あ、まだ持ってないの？そっか。Pleasant Travel。Trouble, in your trouble. ドゥルルルルルルルあれどっかなかったあ、出た出た。あそこで心臓ドックンドックンいける。あれよしあれ ?4 分の 3? あ、あったあった。オッケー、じゃあこれでクリア。ミッションアカンプリッシュ。さあ、行こうか。ちょっと待ってね。もうクラウザーさんに挑むのにこれ2つしかないっていうのはすっごい心もとないんだけど、まあそんなことも気にせずやっていくしかないよね。さあ、待っててね、クラウザーさん。大魔王クラウザーさん。押せない。押したいけど押せない。押したいけど押せない。押せないけど押せる。ああ、押した瞬間にこいつの場所を乗っ取ってやろうと思ったけど無理だったね。なんか居場所をなくしたアシュリーさんが慌てふためいていろいろ歩き回るみたいなこととかさ、小ネタとしてあるじゃないですか。あれの、ルイスバージョンないかなと思ったけど、無理か。よし。You don't know us. I told you. It makes me feel better. Be straight with me for once. さあ、こいつをとりあえず、ホリアして、なんとか、なるでしょう。See? There you go.Helping the two of you doesn't make up for it. I know that. But still, I don't want anyone else to get hurt. 俺そこにいないけど。こっちでいい。In that case, you better get serious. 真面目に働いた結果、なっちまったってことね。Harsh words for a squire. 到着。さあ、この戦いも、とりあえずもう、ゴリ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 攻めていくしかないよね。うん。もう攻撃こそ最大の防御。何度でも言ったらぜ。こいつはもうイージス艦並みに強いですからね。まあ、ロケットランチャーがあれば、多分ぶっ飛んでしまう。すげえシュールだったな。ああ。ね、大魔王でしょ。もうハマってねえぞ、もう。画角が収まってねえんだよ、カメラに。大魔王クッパ登場。何を盗んだかももうわからない。でかすぎてやべえ。全然収まってない。あれこれさ、なんか俺攻撃しようと思ってもさ、収まりきらないで大丈夫。いや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 、もうお前、喋るなって言ってるようなもんじゃん。もう口が収まってない。すげえシュールだな。これまともに戦いっかな、なんかね。よし、マリオにしとくべきだったかな。ほい。いや、こんなでっかい甲羅をね、背負ってもね、この俊敏な動きができるって、やっぱクラウザーさんすごいっすよね。大魔王クラウザーさんって。ウェイくるくるくる。こんな回るもんかね。ウィーん。この後ろ姿は。でーん。だいぶ、だから着ぐるみ着てる状態なんだろうな。もうナイフ出てねえし、手がでかすぎて。
武器。Are you being controlled by that? This is nothing to do with them. I'm a free man who made a choice. Fucking. Hui. Fucking. Major. Fucking. やばいやばい、クッパの鼻が、クッパの鼻が、あの、マリオで、マリオの作品では決して見ることのできない血に溢れていっている。ふい、あ、カキン、カキン、あ、ちょ、ふい、てい、オッケー、ふい、てい、クッパじゃ絶対見ることのできない構えだし、どんどん血まみれになっていってる。あれ、血がなくなっている。あれ、そんなに止血成功した？おい、おい、オッケー、おい、ちょ、負けねえぞ、つか、でっけえな。やべ調子乗りすぎた。とりあえずよし、オッケー、ティー、あ、足払いなんてなかなかやるな、クッパ。お前、尻尾が弱点じゃなくなっただけあるな。やべ、このままだとやられる。よし、ほい、あ、そんな、そっち方向にも行けるのね。テイヤー、オッケー、勝った。まああんまり勝ったみたいな感じになってるんだから、もう手から生えてんだよ、ナイフが。大魔王クッパ勝ったー、俺の勝ちー。次はもっとあれだね、ふさわしい場所で戦おうね。What a disappointment. Disappointment. すげえ言ってることがね、なんかあのクッパのようで、クッパ大でかじりましたって、美味しかったよ腕って、なんかそんな感じになってるね。I'm not looking good, hey, my friend. 面白いじゃん。Such a loss to the ladies of the world.いやー、面白かった。やっぱ見た目が変わるだけでさ、ゲームの内容は変わってないんだけど、面白いね。The key to my laboratory. Go there. いや、こういうのをちょっと、damn parasites. やっていくことをちょっと心がけてどんどんやっていこうかね。はい。まあ、ちゅうことで、まあ、とりあえずなんとかクリアすることはできましたので、まあ次回チャプターの方にね、進んでいきたいなというふうには思うんですけど、まあ、これをね、このシーンをね、あの、お別れは言わないわよって言ってるね、この裏のね、エイダとかね、そういうシーンも面白かったと思うよね。うん、can change, right? はい。というわけで、ま、こんな感じで進めました。はい、ありがとうございました。ということでね、今回のパート以上となります。クッパと戦って無事勝つことができたターミネーター800ということでございますね。まあ、あの、ありえないコンビだったんですけど、まあそんなことも楽しんでいただけたんではないでしょうか。ということでね、次回パートでまたお会いできたら幸いです。チャンネル登録もよろしく。ではまたお会いしましょう。バイナラ。